皆さんこんにちは。靴の下手芸大会プロデューサーの田代です。いつも動画を見ていただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、ハローシューシャイナーということで、チェットの大平裕太さんのお店に、突撃してみたいと思います。場所はですね、この新宿区のちょうど、中井っていう駅ですね。中井っていう駅から徒歩5分ぐらいの場所になります。はい、ちょっとじゃあ行ってきます。はい、ということでこのチェットですね、チェット行ってみたいと思います。あ、小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大平さんです。あ、チェットの大平裕太さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、これすごいな。いや、これなんか綺麗に陳列されてもう右側にあれなんですね。はい、ユーズドグッズ、ユーズドグッズ、はい、収まってます。これですか、お店はちょっと一回言うと概要というか、はい、お店のちょっと 内観の紹介してもらってもいいですか。内観の、あ、こちらも中古の革靴を、はい、展示してて、で、はい、こちらもあの買い、お買い上げももちろんいただけますし、はい、ご試着もできます。はい、綺麗に直して販売してます。はい、直して販売をしてくれてるんですか。はい、もうメンテナンスとかケアだけのももちろん、はいはいはい、基本的には全てクリームとか入れて、うん、はい、やってます。あ、全部お部屋さん、これケアしたやつとか、はい、修理したやつは並んでるんですか。あ、そうですね。これ足数で言うと結構ありますね。今でだいたい150足ぐらい。150足ぐらい。あ、本が。あ、そうですね。そういう資料を。はい。これもうね、皆さん、はい、ご存知の、ね、読本系もあるんですね。はい。しかも古いのも含めて。革靴大好きで。はい。そう、はい、しかもラストもありましたね。古いのもありましたね。あ、古いのも、はい。ありましたね。で、こっち側は、はい。こちらは集計用品を、はい、はい。扱ってる。扱ってる。はい。これじゃオリジナルの。あ、オリジナル。はい、チェットクロス。はい。表面磨き用。表面磨き用。はいはいはい。クロスです。はい、これ実際あれですか、大会でも使ってた。はい、大会でも使って。はい。こっちを取ったのかな。あ、そうですね、こういう、はい、こういうのまあ置いてたり。これもヴィンテージですよね。はい、これもヴィンテージです、ね、昔の、はい、もうないですもんね。1960年代前後に、はい、はい、この辺がスピード。そうですね、はい、揃えてこの辺もじゃあ全部買えます。はい、実際ここお店自体はあれなんですか、はい、だからユーズドの靴の販売と、はい、あと磨き、磨きとあと修理を、はい、あ、修理もなんですね、はい、ちょっと中いいですか、紹介してもらったら。中、はい、どうぞ。あ、すいません。はい、すいません。このワールドス。これが、はい、ありますね、これ。はい。修理。修理を、はい。はいはい、できるようにしてますね。って、はい。ここでやってるんで。で、ここが真ん中が、まあ、作業台で。あ、作業台ですね。はい、そうですね。作業台があって。はい、で、こっち行くと、あ、革とかもあれなんですね。ここにストックされてて。ね、はい、修理で使う。はいはいはい、準備されてるんですね。はい、で、そっち一周すると、はい、ここがなんかお客さんがお預かりしてる靴。あ、そうですね、お預かりの靴と、はい、あと片足でストックしてるの。はいはいはい、はいはい、そしてちょっと裏側からね、これちょっと多分初公開だと思うんですよね、この大平さんのこのちょっと、はい、大平さんのこの裏側、はい、ここで磨いていくそうですね。あと、あ、で、こう、これなんですね。はい。こっちを使ってますね。はい。ブラシとかも結構ここ。あ、そうですね。ブラシも種類ごとで。はい。こっちは実際使うもの全部置いてるんですか。あ、はい、全部使ってますね。めちゃくちゃ種類ありますね。はい、色とか、あとは、もうツヤ感とか、質感に合わせていろいろ。で、はい、やってるんですか。はい。あ、気になったのがですね、大平さん、この台がね、はい、ちっちゃいんですよね。あ、そうですね、結構コンパクトな。はい、めちゃくちゃコンパクトなんですか。なんか、大平さんがでかいじゃないんですか。いや、自分ちっちゃいんで、割と。大平さん、結構あの、写真で見るとでかく見えるんだけど、あの実は小さいっていう、そうなんですよ。なんか、あのよくね、あの結構でかそう説っていう。そうなんですよ、肩幅があるんで、肩幅あるけどね、大きく見られる。だから台がち、台が、その、そうですね、ちっちゃいですね。自分と同じように、そうですね、はい、ちょっとコンパクトに。そうですね。なるほど。じゃそんな大平さん、この後ちょっと磨きながらいろいろと、はい、ちょっとあの話聞いていきたいなと思うんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、じゃあ、すみません、大平さん、はい、ぜひちょっと一回磨きながらの話を聞いてもらいたいと思うんですけど、はい、一応今日はあの僕、大平さんに合わせてじゃないんですけど、ちょっと一足、まあ、ジェイム・ウェストンのちょっと古めの、はい、あすごい貴重な9ローの靴を、はい、ちょっと僕の実は父親から譲り受けた靴なんですけど、結構履き込んだんで、はい、割と、いや、でもいい感じに、割とそうなんです。もうそろそろかかととか修理が、まあ、まだだけどと思ってるぐらいの感じなんですけど、はい、やっぱ大平さんのね、お店がやっぱ、このユーズの靴が多いんで、ちょっと古い靴を持ってきた方がいいかな。僕の持ってる中で多分一番これが、はい、まあ、ブランドがついてる中で古い靴だと思うんで、ちょっとこれをケアしていただけながら話聞いていきたいと思うんで、はい、じゃあぜひちょっとケアをしながら進めていければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず靴紐から。あ、ありがとうございます。ね、すみません。だいたい普段お客様は、はい、お預けして磨くことが多いんですか、それとも。あ、でも対面でこう磨くことの方が多いかもしれないですね。比率で言ったら、ね、はい。そうなんですね。じゃあもうご予約。あ、そうですね。まあご予約ももちろんですけど、まああのこうフラット、はい、今行けますかみたいな感じで全然そういうのもやってるんで。あ、そうなんですか。はい。じゃあ。じゃあ結構そこはもう柔軟に対応できますか。はい、柔軟に、はい、対応してますね。じゃあもしちょっと今日行きたいってなった時は、はい、なんかインスタとかで。あ、そうですね、インスタとかもいいですし、はい、あのお問い合わせとかでもネットの、はい、でも大丈夫、大丈夫です。はい、いいですね。そんなすぐ対応していただけるんだったらね。はい、じゃあ結構幅があるんですね。じゃあここで磨くことが多いんですよね。あ、そうですね。で話しながらとか、まあ、ケアの相談とかしながらとか、はい、受け答えして、はい、磨くことも全然できるので。はい、はい、このなんか距離感がいいですよ。このなんかこのね、間近でこう見ることによって、よりこの自分のね履いてる靴とかのことにいろいろ知れるので、目を向けられます、ね、より再認識をすることができるというか。確かにここ場所本当に良くないですか。あ、ありがとうございます。あのこういう結構のどかな、ね、新宿の、そうですね、新宿なのかこう結構分からなくなるような。ですよね、はい、よくも今日ね、中井駅から歩いてきて、はいはい、中井結構あれですね、大江戸線もあって、あと西武新宿もありますよね。西武新宿もあって、あと歩いて10分ぐらいで、はい、東西線の落合。あ、東西線が、落合も近いんです、はい、落合も近いので。あ、そうかそうか。この辺ではそれが行けるんですよ。はい、あとちょっと15分ぐらい歩くと、あの総武線の東中野、はい。東中野。はい。もう行けますね。はい、じゃあ、全然便利いいですね。そうですね、なので比較的、来やすいかなとは思いますね。もう川沿い歩いてくると当店があるので、はい、ちなみに大平さんって今お店ここはできたのはいつ。あ、お店というかブランド自体やってるんですか。はい、開業は2017年ですね、はい、で開業して、はい、でネットだけで最初ずっとやってまして、はい、でその後試着とか、まあ、靴を実際こう履いてみないと分かんないっていうのも結構要望として多かったので、はい、でもともと工房として使ってたこの場所をその改装して、うん、はい、で店舗として2019年にオープンしたっていう感じですね。じゃあ最初はそのいわゆる普通販売中心だったんですか。最初はそうですね、うん、でも一応あの靴磨きと、うん、あ、靴磨きはやってて、うん、でオンラインで受付もやってたんで、うん、でそのまま店舗オープンしたら靴磨きは対面でやりたいねって話はしてて、うん、でそのまま同時にその友人も高校時代からの友人も、はい、その修理をずっとやってたんで、うん、一緒に手伝ってもらって、うん、で一緒にその2019年に始めた時にここで、はい、修理も、はい、一緒にスタートしてやってます。じゃあブランタジーから2年で、まあ、お店出して。そうですね、はい、でお店出してから今だから3年、まあ、4年ぐらい4年ぐらいですね今、はい、そうなんですね。でその前ってなんか、はい、靴磨きとか靴を始める前は何をやってたの。靴磨きを始めた、そうですね、あの一応リユースショップで、はい、6年半ぐらいですかね、7年ぐらい、はい、やってて、そこでいろいろこう古着とか、はい、あのまあ、洋服の知識というかそういうのも増えて、はい、でなんかこう靴とかが結構そこで特にハマって、はい、はい、あのなんかもっとケアしたらこうね、うん、なんかもっと皆さんなんかより長く履けるのになとかいろいろ思ってたんで、うん、そういうのも発生して、うん、はい、そこから、はい、
その時リユース屋さんでお店にいたんだ、普通に。あ、普通に店にいて、はい、買い取りが結構メインでやってまして、はい、いろんな新店とかの手伝いもしてたんですけど、はいはい、めちゃめちゃあれですね、いろんなもの見てたんですね。いろんな、それこそベビーベッドとか、ベビーベッド家具、家電、はい、それこそ出張で普通にご自宅行って、はい、ベッド買い取りするとか、はい、そういうのもやってました。はい、じゃあもうやっぱじゃ物の値段みたいなものに関しては結構はい得意はい、これいくらぐらいだな、みたいな、これは買い取りだといくらぐらいだなっていうのはもう、はい、もう勝手に見えちゃう。そうですね、うちの親とかも全然聞いてきたりするんで、はい、全部答えて、はい、でも査定屋さんみたいなところですそうですね、家族の中で。それ知らなかったです、はい、査定得意はい、何でも、はい、はい、これいくらみたいな、もうはい、基本的にはだって洋服だけじゃないですもんね。衣類じゃないですもんね。はい。もうそれこそ家電製品とかはもう動作チェックとかも入ってきたりするので、はいはい、そういうのをやるんですか。やるって、はい。年式とかもそうですけどね。結構大きめなね、はい、リユースショップで。あ、そうですね。そうですね。はい、やってました。もうそれあれですか。そのリユースショップが一番初めの仕事なんですか。はい、リユースショップが一番最初はデザインが専門学校を、はい、デザイン専門学校行ってたんで、はいはいはい、プロダクトデザインっていうちょっとこう工業とか、はい、まあ、消しゴムから飛行機までって言われるんですけど、消しゴムから飛行機まで、飛行機までって言われるデザイン の分野なんですけど、なんか指顔から墓場になった時でも本当そういう言われるプロダクトデザインっていう分野を学んでて、はい、でそこから就職して、うん、で携帯電話の試作のモデリング会社っていうところで1年半ぐらい勤めて、うん、はい、でそこを1年半ぐらい辞めちゃって、その後にリユースに行ったって感じですね。全然違いますね。全然違いますね。なんでいきなりリユースに行ったんですか。まあ洋服がまずその好きだったっていうのもあって、でなんかもともとそういうリユースに行くのは好きだったんで、なんかそういう楽しいことを仕事にできたらなとかも思ってたんで、そこですね。いやだからチェットってこの文字とか結構僕かっこいいなとか、全体のそのブランディングみたいなところって、はい、ありがとうございます。ごめんなさい、勝手ながらかっこいいなと思ってたんで、そこはやっぱあれなんです、デザインが効いてるじゃないですか。聞いてたら嬉しいですね。こだわりの部分。そうですね。確かになんか、ちょっとそこら辺は、結構、慎重に考えて。ありますよね。はい。なので、なんか、そのデザイン会社の塗装とかいろいろこう、色とかやってたんで、その知識は今でも全然こう、はい。ガン使ってやってたりしてたんで、はい。あ、じゃあそこの辺やっぱ生きてるかもしれないですね。そうですね。ツヤ感とかもそうですし、はい。確かにね、あんまりそのストレートであんまりその靴磨き職人になった人って、はいはい、あんまり僕見ないんで。ああ、もうずっと小さい頃から。だから小さい頃からしか磨いてませんみたいな人なんで、もちろんいないけど、そうですね。でも大体なんかね、その学生時代から靴磨き好きで、はい、じゃあっていう方、まあたまにいらっしゃいますけど、はい、どちらかというと靴磨き職人さん、私知ってる方って、ね、なんか違う仕事してて、結構転職組とかいうか、ああ、でもそうですね。多いんですけど、デザインとかは初めてです。聞いたことないな。そうなんですよ。で、そう、一緒にやってる修理の彼もデザインの、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。ディスプレイデザイン、ディスプレイデザイン、はい、すごいじゃない。そういうデザイン関係っていう感じでやってるんで、すごいじゃないですか。なんか強いですか。なかなかディスプレイ関係とかでプロダクト系はあんまりないですからね、はい、あんまりないですね、確かに。しかもね、物、まあ、ファッション、あ、そうですね、ファッションも好きで、はい、靴磨きを、まあ、靴販売、靴磨きを始めて、大体お店のなんかこの、まあ、売り上げというか、来店の割合とかって、はい、修理とその販売と磨きでいくと、大体どのぐらいなんですか。大体、3等分ぐらい。3等分ぐらいですかね。はい、じゃあ、本当バランスよく。本当そうですね。もう、その日、その方によってもこう、そうですね、その日によっても全然。いろいろ変わってくるっていうか。どんなお客さんが多いとかあるんですか。ああ、でもそんなにここの層が多いっていうのは、そこら辺も結構ばらけてますかね。学生の方から、まあ大学が裏側にあって学生の方も全然多くいらっしゃるんで、からご近所の、そうですね、あの方とかは全然いらっしゃるんで、あとサラリーマンの方とかも磨きでいらっしゃったりもするんで、幅広いと思います。いろんな方ですね、はい、そうですね、基本はあるか。だから、なるほどね。
確かになんか、ね、最近新品の靴もね、かなり値段上がって、あ、そうですね。値段する中で、ね、さっきちょっといろいろ、ちょっと僕もこの座りながら見てるんですけど、はい、結構あれですよね、あの、お値段的には結構お手頃な。そうですね、なんとか、こう、すごいですね、頑張って、はい、ちょっとこうね、いろんな方に革靴の魅力を、はいはい、知ってくださったら嬉しいなというのもあって、はい、まあ、学生の方とかもね、なかなかこう大変な時とかもあると思うんで、うん、はい、一応価格とかはなるべくこう頑張りたいなと思ってて、はい、やっぱなんですか、森田さん思いとしてはやっぱそういう、はい、まあ、革靴とかに触れてもらう機会を、そうですね、はい、よりこう、そうですね、良さを伝えたいなっていうのはありますね。今ちょっと聞いたけど、ネイビーに磨いてるんですか？あ、これ黒ですね。あ、黒なの？はい、これ黒なんですよ。はい。ちょっと青みにかかった黒で。青みの方ですね、はい、確かに。そうですね。より黒色の色味がはっきりするかなと思って。うんうん、はい。これはじゃあ、このクリーム自体は中身は何か？中身は一応こう配合はしてますね。ちょっといじって。はい。あ、いじってるんだ。はい。なんかどんな、あれなんですか、このクリームの、なんか、はい、特徴になってるんですか、これは。特徴は、ツヤ感もすごい出るし、でも保湿力も高くて着色が、一番結構強いかなっていう感じですかね。はい、独自配合するんですね。一応はい、ちょっとあの、うん、はい、そういうのを自分で求めてやってますね。はい、これ別に販売はしてないんですか？販売はしてないですね。はい、でもいつかね、まだですよ。まだかっこいいデザイン作って瓶とか作っちゃって、いやこだわって。でもちょっとそうですね、こだわっちゃうかもしれないですね。はい。こだわりすぎてすごい高いみたいな。こだわりすぎて時間かかりすぎちゃうっていうのがありますね、多分。できない。はい。なかなかね。はい。大平さんのそのまあ磨き、まあ、大会で僕はすみません拝見させていただいてることが多かったんですけど、まあ、普段のこのお店での磨きで大事にしているポイントとかって何かあるんですか？はい、大事にしているポイントは、はい、うん、基本的にはもう細かいところとかも重点的にやりたいので、うん、そこら辺はもう見逃さずしっかり近い距離で見て、うん、で、なんでやり残しのないように仕上げたいっていうところですかね。そのなんかやり残しっていうのはなんか、だから細かいところってのはどういうところに？一応普段とかもし、なんか、うん、なんだろう、こうあった時にクイックとかになる場合も全然あったりするんですけど、はい、そういうのは全然せずに、うん、あのなんだろうな、まあ、内側とかもそうですし、うん、あとは、コバの部分とかもそうですし、はい、ステッチとか本当なんだろうな、こういう、まあ、さっきタンの色もやったんですけど、はいはいはい、本当でも細かい箇所全体的、まあ、こういう内側とかもそうですけど、うんうんうん、を全体的にしっかり見ながらやっていくっていうところですね。結構その、まあ、靴の状態とかを見て、あ、そうですね、ここはちょっとやった方がいいなみたいなのを見つけながら。あ、そうですね。ですか、はい。だからそれで、こういうやっぱデザインいいなとか、あ、はいはい、そういうの気づいたりとか。あ、見てるか、はい、はい。ちょっとね、これな、はい、何これみたいな。じゃあそこでちょっと見て、はい、これちょっとそうですね。そうですね。こういうデザインがなんかワンポイントで、あ、珍しいなと思って。はい、なんか不思議な靴ですもんね。そうですよね。面白いっすね。結構、合わせやすくて。いやいいですね、名品ですね。で、大平さんだからあれですよね、そのこういった靴の、まあ、ユーザーの販売もしてるから、はいはい、なんかやっぱそれって靴磨きに生きるポイントみたいなものがあるんですか？なんだろうな、このいろんなパターンの革とかがあるんで、うんうん、その革質によって、うん、あ、こういう吸い方するんだのとかっていうのが、うん、あのクリーム塗った時に分かるんで、はいはい、そういうのはもう生かしてってますね。普段の磨きとかにもそうですし、あとヴィンテージものも結構多いので、うんうんうん、はい、そういうのをケアするときに、はい、結構、はい、勉強になるんで、はい、サンプルが多いですね。あ、そうですね、このブランドのこの当時の革は、うん、あ、こういう感じなんだっていうのか、はい、確認しながらできるので。結構そうするとじゃあ年代ブランドとかで、はい、いろいろと特徴が結構、あ、そうですね、はい、そうですね。結構この大会出てもらって、はい、いろいろなんか、あの一応多分1回戦、1回戦っていうか、まあ、ね、ファーストで2足、はい、で、まあ、セカンドというか、ファイナルの方に行って磨いたやつ、多分全部革質全然違う。
あ、そうですね。かと思うんですけど、はい、なんかあの辺とかも結構経験がないと難しいんじゃないかななんて思うんですけど、はい、もうかなり頭フル回転させましたね。あの時をちょっと昨日ぐらいの感覚にしないとダメなんで、そのあの時やった、はい、あの革質の靴を、うん、その昨日ぐらいの記憶に戻して、はい、今その目の前の靴磨かないとダメだなみたいな感じの感覚になって、でもあれですね、そこがやっぱなんか最後、はい、やっぱりそのファイナルに行く方と行かれない方で、はい、やっぱそこの経験ってすごい違い出るんじゃないですか。やっぱりどうですかね、自分は出たなって思いましたけど、うんうん、はい、経験ありがなかったらどうしたらいいか分かんなかったなって思ったんで、ここはちょっと良かったなと思って、はい、あとはなんかその離れも結構必要なのかなと思いましたけど、はい、場の雰囲気に飲まれないようにやるみたいな、はい、緊張したか、え、ああ、自分、はい、もうガチガチ緊張、ガチガチに緊張しましたね。はい、もうなんか記憶がやっぱりあんまりないですもん、はい、そんなになんかその、うん、見返せないですよね、やっぱそんな YouTube とかなんかその、はい、いろいろ映像を、はい、嫌な記憶、嫌な記憶というかなんかやっぱ見ちゃうと、うん、ああこうできたな、ああできたなって、ネガティブなことしか出てこないかなと思って結構あるんですか、お客様からもなんか言われるんですか、大体のことかなんか。あ、言われますね。あ、言われます、はい。言われますね、やっぱり。なんか、緊張されてましたね、相手が。はい。黒みが増してきました。あ、そうですね、黒みを増して。で、しっかり保湿させていただいてっていう感じで。大体この今の時間でやっていただいたサービスだと、はい。お客さんとかだと、なんか、はい。どういうメニューになるんですか？あ、一応クリームケアですね。プレミアムクリームケアっていう。あ、1650円なんですか？あ、そうですね。ちょっと値段上がるんですけど。あ、困りましたね。上げた方がいいですよ。値段ちょっと、はい、上がるんですけど、すいません。はい。全然です。だって、ライニング、あ、ライニングあれなんですね。はい、ライニングも、はい。全然。色あったので思いました、はい、嬉しい。でこれがだからもう大体これコースで言うと15分ぐらい、はい、そうですね、15分ぐらいですね、コース、はい、15分コースでもやってる、ね、はい、お客様はあれですか、はい、結構この普通にプレミアムクリームコースが、はいはい、多い。それともなんか配車員とか、あ、配車員の比率的には多いかもしれないですね。ただヴィンテージ靴とか結構乾燥してる靴に関しては、うん、まあプレミアムクリームケアってそっちの方がまあ保湿とかもメインでがっつりできるので推奨はしてますけど、うん、はい、いや、その日さんのお店にあのなんかなんだろうな、どんなことを楽しみに来てほしいみたいなことあります、お客様。どんなことを楽しみに、そうですね、うん、革靴、どんなことを楽しみに、はい、革靴を、なんて言うんだろう、より好きになってもらえたらなと思うんで、ね、そういう、なんて言うんですかね。まあ、例えば、全然あの、うち、革靴のこの、なんだ、モデルがどういうのかわからないとかっていう、話とか相談だけでも全然、はい、喜んで、もう遊びに来ていいんで、うん、なんか、なんだろう、その、革靴のあれですかね、革靴のまあ楽しさみたいなものとか、あ、そうですね、まあ、新しい魅力とか、あ、そうですね、っていうものも感じてもらえたら、あとはまあ、はい、うん、ケアとか、うん、長持ちさせるためにはとか、あ、なるほど、そういうことも、はい、ぜひぜひ、あ、いいですね、気軽に。いや、そう、なんかこの辺、お客様のお店だと、本当、靴も見れるし、はい、で、ケアもしてもらえるし、はい、修理もできるって言って、結構で、ね、3つ美味しいから、あ、そうですね、もうここのうちの店で全部完結できるんで、はい、もう全然、はい、ですよね、仮になんかちょっと靴欲しいなとかって思ってきてもいいし、そうですね、ご相談、そうですね、どっちかで迷ってるとかでも、うん、はい、で来ていただいて、そうなんですね、しかも買い取りもしてくれるんですよね。あ、そうです、買い取りもしてますし、はい、なので売るべきか、これは直して履くべきかっていう、はい、そういう悩みでも全然面白いですね、はい、その売るか買うかみたいな、うん、あ、はい、売るか直すかみたいな、はい、そういう選択肢もお店がないですもんね、普通直し、ね、直すか売るかしかないですもんね、そうです、確
確かにそれは面白いですね。そうですね、そういうのも全然できるんで。はい、はい、できる。ああ、ありがとうございます。はい、すみません、こんな感じで。うわ、ありがとうございます。こんな感じでしっとりとした感じで、はい、ありがとうだ。もともと結構硬かったんで、はい、あ、ライニングありがとうございます。しっとりとした、あ、これがプレミアム修車員ですね。あ、はい、ありがとうございます。ということで大平さん、こうですね、足の靴が綺麗になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さ、見事に大平さんが僕のお父さんの譲り受けた、お父さんから譲り受けた靴を磨いてもらえてありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんか堪能しました、お店。あ、ありがとうございます。ちょっと今度僕プライベートで靴買いに行きたいなと思って。ぜひぜひよろしくお願いします。で、サイズまで28センチ。あ、もう、はい、大きめのサイズも小さめのレディースのものも、はい、あるんで。レディースもあるんですね。はい、そしたらあれですね、あの妻とか連れてきても罪悪感なく。はい、ぜひぜひ、ね、もう、はい、いや嬉しいです。この28センチとかやっぱ、はい、なかなか僕ないんで。ああ、そうですね、やっぱこの辺を選べるっていうのは最高ですね。ああ、嬉しいです。じゃあ大平さん、あれですね、この本当場所自体はあのね、中井駅、はい、もしくは、落合、はい、そうですね、落合、はい、もしくは東中野ですね。もう歩いて15分ぐらいですけど、はい、来れるので結構ね、まあ、都内じゃない、まあ、都内の方はもう結構近くに来てますし、はい、まあ、違う方もね、ここら辺散歩するだけでもめちゃめちゃ僕、あ、そうですね、結構走って、はい、ウォーキングとかがいろいろ、はい、いらっしゃる。めちゃめちゃ綺麗なんでね、来ていただければと思っております。で、大平さんにはこの後ね、また違う20分磨きとか、はい、あと勝負靴だったりとかっていう企画もちょっと撮っていきたいと思っているので、あの今この動画見ていただいている方、ぜひその後上がってくるであろうその動画も見ていただきながら、まあ、大平さんをね、どん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 ファンになっていただいて、大会で応援してもらえればなと思ってます。それでは最後に、はい、ちょっと見ていただいた方に見せきてきてメッセージを。ああ、ありがとうございます。はい、見ていただきありがとうございます。ぜひご相談とかだけでも全然大丈夫ですので、ぜひお気軽に遊びに来てください。お待ちしております。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。